皆さんこんにちは。今回は春の火災予防運動と火災予防についてお話しします。空気が乾燥して火災が発生しやすくなるこれからの時期に合わせ、毎年3月1日から7日までの1週間、全国一斉に春の火災予防運動が実施されます。火災予防運動期間中は、大型店舗や事業所などで防火訓練が行われるほか、消防署でもいろいろな啓発運動を予定しています。またこの時期は山火事も発生しやすいため、全国山火事予防運動も合わせて実施されます。さて、皆さんのご家庭では石油ストーブをはじめとする石油暖房機器が活躍している時期だと思いますが、全国各地で石油ストーブによる火災が多く発生していることをご存知でしょうか。ストーブからの火災を起こさないためのポイントをいくつかご紹介します。 1. 洗濯物や燃えやすいものを近くに置かない。洗濯物は乾いてくると水分が蒸発し軽くなるため、ストーブの熱気による空気対流で落下し、ストーブの上や近くに落ちて引火する可能性があります。 2. カートリッジ式油タンクはキャップを閉め、消火してからセットする。カートリッジ式油タンクを本体にセットしようと、タンクを逆さまにした際、キャップが外れて大量の灯油がストーブ本体にかかるという事案が多く発生しています。 3. 灯油とガソリンを間違えない。石油ストーブや石油ファンヒーターに灯油と間違えてガソリンを給油する事案が発生しています。ガソリンを給油すると炎が機器の外に飛び出し、可燃物に引火する可能性があり、大変危険です。 4. スプレー缶などをストーブの近くや上に置かない、使わない。スプレー缶などをストーブの上や近くに置くと、ストーブの熱で熱せられてスプレー内のガスが膨張し爆発する恐れがあります。 5. 電源プラグやコードなどを確認する。ストーブによる火災は本体からの出火だけでなく、プラグやコードの異常が原因で出火するケースもあります。 6. 外出時や就寝時はスイッチを切り電源プラグを抜く。就寝時の寝返りで布団がストーブに触れて出火したり、何かの拍子でスイッチが入ってしまう可能性があります。長時間目を離したり、使わないときはスイッチを切るだけでなく電源プラグを抜くようにしましょう。身近なところで使用しているストーブなどの暖房機器も、誤った使い方をすると火災の原因となってしまいます。正しい使い方を守って使用することが必要です。着衣着火という言葉をご存知ですか？コンロやストーブ、ろうそくの火が衣服の袖口などに接触し、すぐに燃え移る現象です。特に厚着をする冬の時期に多く発生し、袖口から着火することが大半ですが、腹部から着火することがあり、その場合、重度の火傷や最悪死に至るケースもあります。着衣着火を防ぐ4つのポイントを紹介します。綿、レーヨンなどの服は簡単に着火しますので、調理中は燃えにくい防炎製品のエプロン、アームカバーをつけて調理する。袖口が広がった服で調理をしない。コンロの奥に調味料などを置かない。
コンロの奥にある調理器具を取る場合は、必ず火を消してから行う。当消防管内においても昨年、着衣着火が4件発生しています。また、火災の初期消火の際、衣服に燃え移るなどの負傷事故も多く発生していますので、十分注意してください。もし火がついた場合、手で叩いても消すことは困難です。慌てないですぐに水をかけてください。万が一、火傷を負ってしまった場合には、流水で冷やし、救急車を呼ぶ必要がある場合には、待っている間も流水で冷やし続けましょう。また、身近に水がない場合は走り回らないで、その場に転がって消火するように努めてください。空気が乾燥する時期です。くれぐれも火気の取り扱いにはご注意ください。また、火災予防運動期間中はいろいろな催しを予定していますので、ぜひ参加をお願いいたします。